歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。スノーマン宮舘涼太さん、市川團十郎さん歌舞伎サネモリに出演したかった理由とは。市川團十郎、スノーマン宮舘涼太さん、市川團十郎さん歌舞伎サネモリに再度出演したかった理由について、週刊朝日のインタビューで語る。他に30代お前にやっておきたいことは、何でしょうね。歌舞伎の世界に触れるとか、実は今日も歌舞伎を見に行くんですけど、もっとやりたいなと思いますね。歌舞伎にはスノーマンの主演舞台滝沢歌舞伎ゼロだけでなく、以前出演されたこともあります。2019年サネモリが、それがきっかけで、滝沢歌舞伎もすごく練習するんですけど、また違うものに出演させていただいたことで本当に刺激になって、ネットフリックスの生田くんの番組を見たんですけど、僕と同じようなことを生田斗真くんが言ってたんですよ。だから多分やった人にしかわからないものなんでしょうけど、もっとその先にっていう思いが芽生えました。少し前のインタビューでは、少年たちとか滝沢歌舞伎みたいな舞台を作りたいともおっしゃっていました。そうですね、僕の目指す場所の一つは時代劇ですけど、もう一つ夢があるんですよね。1年に1回ずっと続けられるような舞台をやるっていう、グループでももちろんいいんですけど、個人でもやりたいことをやっていくっていうのも人生的にはいいのかなって最近思い始めて、30代になったらもっと全面的に出していこうかなと思っています。ここまで。スノーマン宮舘涼太さんの歌舞伎に対する愛情と情熱が感じる内容でした。市川團十郎さん歌舞伎サネモリが千秋楽を迎えますが、二役に挑戦したり、市川團十郎さんと再度の共演で新たに得たものが大きかったと思われます。スノーマン宮舘涼太さん、市川團十郎さん歌舞伎サネモリに出演したかった理由とは。市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。